ゲルティ・コリは、プラハ出身のアメリカ合衆国の生科学者。エネルギーの貯蔵や消費における、グリコーゲンの分解、再生成の気候を解明したことにより、夫のカール・コリ、アルゼンチン人研究者のバーナード・ウッセイと共に1947年度のノーベル生理学・医学賞を受賞した。炭水化物の代謝を解明した彼らの研究は2004年に、 アメリカ科学会が制定する科学における歴史的ランドマークに選ばれた。ゲルティはユダヤ人の家庭に生まれ、女子の学校に入るまでは家庭で教育を受けた。小2医のおじが彼女に医学部を進め、1914年にプラハカレル大学に入学したが、その頃は女性とは少ししかいなかった。そこで彼女はカールコリと出会い、 卒業後の1920年に結婚し、カトリックに改修した。1922年、夫妻はニューヨークのバッファローにあるロズウェルパークガンセンターで働くため、アメリカ合衆国に移住し、1928年に帰化した。アメリカでは、彼女らは体内でのエネルギーの生成機構の研究に取り組み、生科学的な観点からグルコースの代謝経路を研究した。 ロズウェルにいる間に、夫妻は50の確実論文を出版した。また、ゲルティは単独で11の論文も発表した。1929年、彼らは彼らの名前を冠した理論を発表し、後にノーベル賞を獲得することとなった。コリカイロは、筋肉肝臓筋肉という体内でのエネルギーの流れを示した概念である。コリ夫妻は、炭水化物代謝の論文をまとめた後、 ロズウェルを去った。カールはゲルティと一緒に働くことを最優先とし、一緒に働くことができない仕事は断った。1931年に彼らはミズーリ州セントルイスに引っ越し、カールはセントルイスワシントン大学医学部の生理学の教授となった。彼女の輝かしい業績にもかかわらず、彼女には助手のポストしかなかった。百四十七年に カールが生科学科の課長になったとき、彼女はやっと教授になったが、1957年に彼女が亡くなるまでこのポストのままだった。1947年に、ゲルティコリは女性としては3人目のアメリカ人女性としては、初めての自然科学分野でのノーベル賞受賞者となった。女性1人目はマリ・キュリー。2人目はイレーヌ・ジョリオ・キュリーであった。月にある、 コリクレーターは彼女の名前にちなんだものである。また、セントルイスのウォークオブフェームに夫と共に飾られている。1948年にガーブン・オリンメダルを受賞した。ありがとうございます。